日本東京都江戸川区平井平井は東京都江戸川区の地名。現行行政地名は平井1丁目から7丁目。全域で住居表示が実施されている。郵便番号は132-0035。江戸川区西部に位置し、北で旧中川を挟んだ対岸に、墨田区東墨田、東は荒川及び中川を挟んだ対岸で、葛飾区新小岩。 西新小岩及び江戸川区松島南で小松川3.4丁目。西は旧中川を挟んで対岸で江東区亀戸と隣接する。三方を荒川と旧中川に囲まれる。江戸川区本土とは荒川、中川で隔てられ、南に隣接する小松川地区以外に陸続きで移動することはできない。墨田区、江東区に隣接し、草界は、 旧中川。町域内は住宅市街地が広がるが、旧中川沿岸にはライオンなか、大小の製造業工場が立地する。荒川沿いの河川敷には小松川運動公園及び平井運動公園がある。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、平井2の24の2の地点で34万4千円、平方メートルとなっている。 1945年3月10日の東京大空襲で小松川、平井地区一帯は壊滅的な被害を受けた。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。 AB 町長名別世帯と人口年齢別人口報告。江戸川区。2017年12月13日閲覧。AB 郵便番号。日本郵便。2017年12月13日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年12月13日閲覧。国土交通省地下工事 都道府県地下調査江戸川区における繊細の状況総務省2015年12月22日閲覧町長名別通学指定校一覧江戸川区2017年12月13日閲覧江戸川区立小学校学校選択制のご案内江戸川区2017年12月13日閲覧江戸川区立中学校 学校選択制及び学校公開のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。ABCDE、日本新四六、第44版東京292ページ。2018年4月23日閲覧。ABCDEF、東京府指名よ録南南葛鹿郡の部33の36ページ。2016年7月22日閲覧。 AB 人事更新録第13版上四六十七ページ2019年12月16日閲覧ありがとうございます